京福リムジンバス株式会社は石川県加賀市に本社を置き路線バス、貸切バスを運行しているバス事業者。京福バスの子会社であるが、京福電気鉄道が、間接所有において子会社となっている。2004年、京福電気鉄道の子会社である京福バスが石川県における貸切バス事業拡大のために設立した。貸切バス事業において、 京福グループでは唯一石川県を運行エリアとする。2006年、京福バスから小松空港連絡バス、永平寺と急バスの運行を移管された。詳細は京福バス公式サイトなどを参照。いずれの路線も丸岡営業所が担当している。小松空港連絡バス1987年10月1日、京福電気鉄道と福井鉄道の共同運行で、 解説。2013年4月1日からは、京福リムジンバスの単独運行となった。2020年4月15日から7月31日まで、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、京福リムジンバスすべての路線バスが全面運休となる。同年8月1日から特別ダイヤで運行再開。同年8月24日から再び運休。 同年11月21日から運行再開。2021年1月16日から再び運休。2001年の旧、京福電気鉄道越前本線における列車正面衝突事故に伴う運行停止後に開設された永平寺特急をルーツとする。当時は、京福バスターミナルを発着する路線であり、平日は1日4往復。 と休日は1日6往復が所要35分で運行されていた。2006年に京福バスから路線移管された。福井駅と永平寺門前を結ぶ特急バスである。開設当初より中部住管自動車道を一区間のみ通行する。2009年5月22日、福井駅東口バスターミナルの共用開始に伴い発着地を移転。 同時に平日は1日6往復、休日は下りが7便、上りが8便に増発され、運行間隔もほぼ1時間間隔に揃えられた。所要時間も下りが30分、上りは28分と若干短縮されている。高速車を使用する。一部便には、軽服バスが運行する、シーイングバスシリーズの一つとして、若草色の車体に、 道の文字が書かれた専用ラッピングバスが使われている。小松空港連絡バスと同様に、2020年4月15日から7月31日まで全面運休。同年8月1日から特別ダイヤで運行再開。同年8月24日から再び運休。2020年11月21日から特別ダイヤで運行再開。 2021年1月16日から、再び運休。2004年4月の国道364号丸岡、山中温泉トンネル開通を機に、山中温泉永平寺で、運行開始。春から秋にかけて、季節運行。2014年10月より、片山津温泉山城温泉館が延伸された。山中温泉観光協会や、加賀市観光交流機構が、 京福バスへ運行委託していた加賀温泉郷永平寺の温泉宿泊者向け優勝チャーター便を通年運行の一般路線化する形で2016年4月から京福リムジンバスによる運行を開始した高速車を使用する午前に永平寺行き午後に加賀温泉号行きの毎日一往復となっている乗車は予約制で停留所 設置3温泉の旅館組合加盟あるいは、加賀市観光交流機構会員の宿泊施設での予約購入は2ヶ月前、その他の場合は、前日の9時から18時までに予約する。当日は、空席がある時のみ、無予約で乗車できる。2020年4月15日から7月31日まで、全面運休。永平寺の出かけ後のみ、二千二十年八月一日から、 通常運行を再開している。夜間の帰宅手段と飲酒運転撲滅のため、深夜バスを運行する。福井駅東口22時30分発の1便を毎週金曜夜のみ運行。年末年始は運休。2012年10月1日運行開始。空港連絡バスの車両を使用する。22時過ぎに、福井駅東口へ到着した小松空港連絡バス。 最終便車両を平日のみ丸岡車庫へ改装せず、福井駅発の堺市丸岡町方面、一般路線バスの最終便に充当していた。福井市中央卸売市場周辺までは、軽福バス38系統、その先は大ね道36系統に沿う経路となっており、当該区間に相当する軽福バスの定期券。 回数券等も含め割増りし運賃等なく利用できた。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年4月15日から運休。他の路線バスは同年8月1日から運行再開した。しかし、深夜バスは運行を再開することなく2020年9月30日をもって運行を終了した。 マルキューシャトル専用車両の日のリエス赤棒ナンバーで109を取得している高臨棒109の無料送迎バス。2011年3月5日から春のリニューアルに合わせて金沢駅と店舗を結ぶ無料送迎バスマルキューシャトルとして運行開始。土日祝日限定で10時から19時までの間、1日9往復で 高林坊109と金沢駅東口 ANA クラウンプラザホテル金沢を結んでいた。専用車両として日のリエッセのラッピングバスが用意され希望ナンバーで109を取得していた。マルキューシャトルは2016年の東急スクエアへのリニューアル前に廃止されている。2018年時点で18台を保有する。車両は軽複バスまたは 他者からの移籍者が多いが、自社発注者も在籍している。ありがとうございます。